広東省人民体育場は中国広東省広州市にある多目的スタジアムである。1932年に設立された。収容人数は25,000人、敷地面積は34,000平方メートル。中国国内に現存する施設のうち、有数の古い競技場である。広東省の資料によると、1906年1月10日に、広東省大運動会に使用されていたとの記述があり、百年体育場と呼ばれることもある。1932年に、スポーツ専用のスタジアムとして建設された。スタジアムのあった場所が明朝、清朝の時代に、軍隊の訓練場であったことから、建設後しばらくは東八重山と呼ばれていたが、中華人民共和国設立後の1950年、名称が広東省人民体育場に変更になった。日中戦争及び国境内戦の際に、スタジアムは破壊されており、修復工事が1950年から1960年代頃行われた。改修後、収容人数は8,000人から11,000人まで拡大された。1983年、国際女子サッカートーナメントの開催に伴い改修工事が行われ、4基の照明塔が設置され、収容人数が27,096人に増加。1990年、翌年に開催される第1回 FIFA 女子ワールドカップに向けて大規模な改修工事が行われ、電光掲示板の設置及び座席の増築が行われた。また、2010年には杭州アジア大会に向けてさらなる改修工事が行われた。主にサッカーの試合に用いられ、中国サッカー高級リーグに所属する広東美の泉のホームスタジアムとして利用されている。1991FIFA 女子ワールドカップではグループリーグの会場として用いられた。1997年には1997AFC 女子選手権の会場として使用された。また、2010年アジア競技大会においては、サッカー競技などが開催された。広州地下鉄1号線の烈士陵園駅より350メートル。ありがとうございます。